これすごいな。あーなるほどね。はい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 。皆さんこんにちは、ゾノさんです。今回はですね、iPhone と一眼レフの映像を比較して実際に本当に違いが分かるのかっていうのをですね、検証していきたいと思います。最近はですね、まあ普段僕 iPhone で撮ってるんですけれども、結構まあ映像も綺麗だったりするので、一眼レフとまあ比較した時に、まあ、どれぐらいの差があるのかっていうところも含めてちょっと撮っていきたいと思うんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、撮った映像をですね比較しながらですね、皆さんにまあクイズ形式でやっていきたいなと思いますので、実際にね、まあ、撮っていきながら、iPhone か、まあ、一眼レフか、まあ、その違いがですね本当に分かるのかっていうことをですね、まあ、皆さんと一緒にやっていきたいなというふうに思います。はい、ということで、まあ、実際にですね今から、まあ、この2つを使って、撮影の方ですね行っていきたいと思います。はい、じゃあね、あの早速1つ目、まあ、比較していきたいと思うんですけど、まあ、今回、まあ、ちょっと風景というか景色いいんで、まあ、ここちょっと撮っていきたいと思います。いや空が結構青いんで、実際はじゃあ両方レク回します。で基本ちょっと前進、はいカット。いやこれ結構むずいんじゃない。いやこれすごいな、意外に分からんのじゃない。結構画角合わせて撮ってるんですけど、これ結構むずいんじゃないですか。はい、ということで今回撮った映像がこちらになります。はい、見ていただいたと思うんですけども、一つ目のですね、答えはですね A がですね、スマホで B が一眼レフでした。結構難しかったんじゃないですかね。じゃあ風景はまあこんな感じで、まあ、次のシーンちょっといろいろ撮っていきたいと思います。はい、ということで、まあ、次はですねちょっとまあ引きじゃなくて寄りの映像もちょっと撮っていこうかなと思います。で、まあ、この辺の葉っぱあるんで、太陽を、まあ、逆光にしてちょっと撮っていきたいと思います。はい、ということで今回撮れた映像が、こちらです。結構まあ逆光なんで比較的分かりやすいんじゃないかなって感じですね。はい、2つ目の映像いかがだったでしょうか。まあ、結構逆光だったんでこれは分かりやすかったんじゃないかなって思うんですけども、これもですね1つ目が、スマホの映像、2つ目が一眼レフの映像でした。皆さんどうだったでしょうか。次のカットを撮っていきたいと思うんですけど、まあ、今、風景撮った後に寄り撮ったんで、次ね人物の方をねちょっと撮っていきたいと思います。で、ソニーと、まあ、iPhone の方も、まあ、シネマティックモードってあるんで、まあ、ボケ感が出るようなモードでちょっと撮っていきたいと思います。はい、じゃあ撮れた映像がこちらですね。ちょっと見ていきたいと思います。いやでもこれ結構分からんのじゃない。あ、いい感じでボケ入ってるな。あーなるほどね。はい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 。最後3つ目の、まあ、人物の映像なんですけど、まあ、これも結構難しかったんじゃないですかね。でこれはですね1つ目が一眼レフの映像で、2つ目が、スマホの映像でした。皆さん正解だったでしょうか。結構難しかったんじゃないですかね。はい、ということで、今回はですね、このスマートフォンと一眼レフをですね、まあ比較して、撮影したんですけど、結構ね難しかったんじゃないですかね。まあ、iPhone もですねなかなかやっぱり結構綺麗なところもあってですね、まあ、本来であればですね、まあ、夜とかはですねやっぱり一眼レフの方が強かったりするんで分かりやすいんですけど、まあ、こういう日中とかだったら意外に iPhone でもですね多分撮影できるなって思ったので、まあ、皆さんも手持ちの iPhone を使って撮影してると思うんですけれども、意外にそんなにカメラの性能っていうのはそこまで分からないんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ結構ボケ感とかはですねやっぱりソニーの方が一眼レフの方がまあ綺麗だったりとか夜とか綺麗だったりするんですけども、まあ皆さんですね見ていただいて、まあ実際どうだったかなって、まあ当たった方もですね外れた方もいると思うんですけれども、まあ一眼レフをですね検討されている方はですね、まあ自分のスマホをちゃんと使って綺麗に撮れるっていうのももしかしたらあるかもしれないんで、ぜひね試しにやっていただければというふうに思います。はい、ということで今回はですね、一眼レフとスマートフォンの、まあ、レンズを比較してみてですね、違いが本当に分かるのかというテーマでですねお話しさせていただきました。はい、ということで今回の YouTube は以上になります。また次回の YouTube でお会いしましょう。バイバイ。